よし、とりあえずこの先に行けるわけだな。ここは開いてないけど、そこにパネルがあるな。パネルあるけど、光ってないってことは、どっかで電源を入れる必要がある。で、ここに階段があるってことは、これ、多分この水抜けるな。この水抜けそうだぞ。とりあえず上に行ってみるか。お、ありますね。ちょっと待ってよ。ん？あ、こっちにもあるぞ。待って。待って。どこのことを言ってんだ、これは。赤いということは、おそらく、ここだと思うんだよね、この赤いところ。で、向こうに、これさ、正面あれ、ジンジャービームか、もしかして。そういうことか、ここを突破すれば、そこのジンジャービームが使えるのか、真ん中。真ん中そうだよね、多分。これはでもチュートリアルではないよね、きっと。あの形の床ってどっかある？なんか見渡す限り、なさげに見えるんだが。縦3つ、横4つ。そんな場所。あそこはもう違うと思うんだよね。この色合い的に。この色合い的には絶対ここだと思うんだよね。そうとも限らないのかな。ここ入るときになんか全然赤かったけど、ねえ、関係なかったっていうか、ここを意識したパズルじゃなかったもんね。そう考えたらこれ関係ないのか。これは普通にチュートリアルなんかな。ただ、縦3つ、横4つ。え？いや、これ絶対違うよね、これ。ですよね。やっぱ俺多分ここのルールを分かってないから解けないんだよ、絶対。やっぱこれちゃんと理解できてないのが痛いよな。でもそこはさ、そこは分かったんですよ。この床の形ね。最終的な床の形が、ああなるよっていう、それは分かったんだけど、意外とこっちの方が解きやすかったりする？いやでもここもなんか結局、似たような。こんな形の床がないん、なくない？あ、そこ？それか？隠れてるけど、あれか？隠れているけど、なんかそこにありそうですよね。案外こっちの方が分かりやすかったりするかな。
意外とこの方が分かりやすかったりする？ああ、形が違うのか。ちょっと待って。だとしたら、おお、ちょっと待ってよ。そうか、そうか。あ、じゃあ、こうかな。こうかな。これはいけるじゃん。こっちはいけんな。なんだ、さっきのパズル。ここは、ああ、そういうこと？区切れてないとダメってことか。区切れてないとダメなんだな。これじゃあダメだな。いやー、ちょっと待てよ。難しい。やばい、これなんか全然ルールがわかんないぞ、これ。どうしようかな。行ったぜ。ふう。あ、なんかやっぱり縦3つ、縦3つ、横4つなんだよね。って考えると、って考えたらだよ。縦3つにならないのか、これだと。横4つ、縦3つにするには？縦じゃないとダメか、やっぱり。横にするってのは無理なんだな。いや、でもそう考えちゃうとさ、ここが通れないのは非常に致命的なんだよね。あ、こうか。こうだ。よし。行った。なんか分かってきたよ。分かってきたけど。分かってきたけど。これまたちょっと。この1はどっかとくっつかなきゃダメだよね、絶対。この1は絶対どっかとくっつく必要があるから。って考えると、
多分この2はどうしようもねえぞ、これ多分。これはだから、囲うしかないよ、多分。こんな感じで。ただ、そうしちゃうと、そうしちゃうとね、ちょっと困っちゃうよね。あれ、ちょっと待てよ。だとしたら、こうかな？こうやって、でも1遠いな。1遠いぞ。待って待って。本当に2をこれ囲っちゃっていいのか？この1をどう？いや、1はでもこれくっつかざるを得ないよな。くっつかざるを得ないんだけど。これどうしたらいいんだろうな。ちょっと一旦こっちも考えてみていい？ちょっと気分転換ですよ、気分転換。気分転換で。なんかいけそうな気もちょっとしてるけど。あ、こうじゃない？あ、そうか、ここか。回転はダメだからな。そう考えると、分かったかも。こうだ。なんでこんな単純なことが気づかなかった、今。これ、いや。これ、もうちょっと早く解けてもおかしくなかったよね。いや、ちょっとこれは、私、ダメだな。こう頭の中でこう、なんか、変にね、図形を回転させたりしちゃったんだけど、回転ダメってのがね。いやー、悔しいな。もうちょっとなんか、あれは早く解けてほしかったな、自分の中では。だったらもう、向こう残ってるやつも解けそうですね。いやー、悔しい。今のは悔しい。
もっと早く解けてもおかしくなかったよ、今の単純なコース。くそ。くそ。ああ、だからやっぱあそこを解かなきゃダメだな。あそこを解かないことには何も始まらなさそうだけど、ここなんかあるね。これ。これなんかでも、これ、なんだ？なんか、おお。これもしかして、あ、でも、ついてないな。ついてないっていうことは、やっぱなんか、解かなきゃいけないね。なんか結局あそこだな。あそこを解かざるを得ないってことか。私が、残してきたやつ。この木はなんか不自然だけど、関係ないかな。ちょっと念のためにいろいろ。あそこになんか沈没船みたいなのがある。うん。あ、なんかツリーハウスもある。やべえ、なんかいろいろあるな。まあそれはいいんだけど、あれだな。もうとっとと解かなきゃね。これ、無理か。くそー。悔しい。これはもっと早く解けてもおかしくなかった。って考えると、やっぱここもだね。落ち着いて考えれば？いや、違う。わかった。こうだ。ついね、この線で、こう、形を作ろうとするんだけど、違うんだよね。線で区切った、この結果を予想できないと厳しいっていうか、さっきもそうだったんだけど、どうしてもこの線でこの形を描こうとしちゃうんだよね。それがそもそもの間違いで、それがそもそもの間違いなんですよ。って考えると、どういう形を今求められているかというと、横3、縦3、これはいけるかもしんない。これはいける。オッケー、なんかコツ掴んだかもしんない。よし、いった。オッケー。OK。しゃあ。掴んだよ、コツ。伊達に1時間ここにかかってないよ、これ。1時間かかったんですけど。何これ。は？え？こうってこと？やっぱ組み合わせだね。
組み合わせってことはこうってこと？合ってんな。この辺からちょっと難しくなってくんじゃない？まあでもこうか。で、これはなんかすっごいなんか変な形。ここがよくわからん。これなんだ、これがい、これ謎だな。謎だけど、ああ、だから、ちょっと なんだこの形は。イメージ的にはえーっと落ち着いて考えようぜ。よし、行った。むずっ。いやー、ちょっと、もうやめてくれ。もうやめてくれ。なんだこれは。なんだこれ。これ何？傾いてんすけど。傾いてるけど、結局は一緒ってこと？結局一緒なんだとしたらこうってこと？なったら、いや、こうしちゃうとまずいのか。お、ちょっと待って、これは急に悩ましてくれるな。お。ちなみにこれはいけるんだ。ってことはこれは回転 OK ってことか。回転 OK なんだ。なるほど。この微妙な角度になってるってことは回転していいんだ。そういうことか。俺は一歩先に進んでたんだな。今まで。一歩先に行ってたのか。って考えると。もしかして単純だった。そんな時間かかんなかった。これしまったね。おっと、そういうことか。
でもこれちょっと難しいぞ。回転、あ、でも回転できるってことは、回転して OK なんだったら、いや、でも、ちょっと、どう行こうか。ダメか。そうか、これは、裏返しにしちゃってるからダメであって。であれば、あ、でもこれはダメだね。よくできてんね、お前。お前よくできてんな。こうか。こうか。よし、行った。グフ。オッケー、わかった。これは床だな。床が関係してんだな。これはきっと。壊れてるけど。床壊れてますけど。すげえ長く撮ってるけど。あ、これでももしかして向こうに。いや。どっちかっていうと、青にくっついてほしいから、青にくっついてほしいので、青にくっついてほしいということは、こんな感じ。合う！そこも考慮するの？そこも考慮するんですか？ちょっと待って。そこも考慮すんのかい？え？そこも？そこも？そこも？でもこれもしかしてさ、さっき私が解いたあそこからいけんじゃないかな？やばい、もう1時間。だから、一回ね、動画の収録終わらして、で、改めてもう一回撮ってるから、計2時間撮ってるんですけど、2時間にしてはちょっと、この実況始まって以来の撮れ高不足な気がする。ただ、さっきのコードの向き先から考えると、こっちから回り込めんじゃないかな。違う？回り込めないかな。ん？あ、これなんか違うとこ来てんな。こっちか。回り込めない？いけるね。いけるいける。いけるけど、あれはどうやって解くんだ？解けなくない？あれ。無理じゃねって気がするんだけど。これもだから同じでしょ？だから今回はさ、回転可だから、よし、行った。回転できるのはだいぶ楽かなって思ったんだけど、そうでもねえな。これ。 いや、でもこれは、
こうか。よし、行った。どうなんだろう、この傾いてないやつは大丈夫なの？これ回転させる必要ってある？これはダメなのか。こいつはこのまま使わなきゃダメなんだ。多分そういうことだよな。こいつはこのまま使う必要があるってなると、うわぁ、俺、私ね、ぷよぷよ派だからテトリスってあんまり得意じゃない理由になってね。でもこれ回転、こうか。こうか。こうでしょ。よし。また厄介だねこれ。また厄介な。なると、行った、やっと解けた、やっと解けた。これやべえ。この問題だけですげえ時間かかった。地獄。地獄っすよ。なんかまた新しいルール来た。ダメじゃん。